私はですね、最高92とか93だったじゃないですか。新年の挨拶した時とか、まさにそうですよ。あの頃は90キロから93キロというのをね、行ったり来たりしていたわけですよ。もうね、まさにね、あの、豊満ボディそのもの、ね、ふくよかなね、性欲だけ強そうなね、もう変態的なね、ふくよかな、豊満ボディだったわけですよ。ね。しかしね、もう先輩方は知っていると思いますけど、バルティア星に向かったわけですよ。私はね、今年に入ってから、バルティア星に向かったわけですよ。それでバルティア星について、食事が困ったわけですよ。なんでかと言ったら、細胞に直接エネルギーを送り込むネブラバリオというのをずっと活用していたわけですよ。まあだから必要最小限のエネルギーだけをずっと補給し続けたわけですよ。そしたらね、あの、この通り、ね、だいぶ引き締まった体になっているわけですね。まあ何はともあれね、先輩方の前で、まあ、公開体重測定を行って、どれくらい痩せたかっていうのをね、もう大公開しようと考えました。もちろんね、私は懲罰中で80以下にならないと、まあ、帰還できないわけですよ。正式な計量日というのは、7月31日時点の、まあ、体重で、まあ、決定するわけですね。今年は懲罰、もう継続なのか、懲罰続行なのかというのが、まあ、7月31の計量日の体重で80以下ならば帰還できるわけですよ、2062年にね。でも80以上ならば、また懲罰ということを、まあ、時空政府が、まあ、通達されたわけですよ、最近ね。また去年と同じかということでね、時空査問委員会が遠隔で開かれて、まあそういったことが、まあ通達が来たということでね、まあ何はともあれね、もうちょっと事前にね、今どれくらいかというのをね、まあ一般公開で計量したいと思います。もちろんね、あのパンツとか、もうすべて、できるだけ軽い状態で乗ろうと思いますのでね、ちょっと待ってくださいね。いいですかね。よし、そしたら先輩方行ってきます。先輩方 79.95 ね、 79.95 ね、今の段階で 79.95 ね、先輩方、もう今までね、大変お世話になりました。おそらく7月31日 の正式な計量日、もちろん80以下になることであろうから、このままいけばね、2062年に帰還するということでね、やっとね、この地獄のようなね、現代からね、解放されるということでね、もう先輩方、頑張ってください。時空がね、回ってしまった現代、無責任かもしれないけど頑張ってくださいね。私はこのままだったら多分もう帰還ということで、大変長い地獄のような生活ではあったんだけどね、まあ楽しかったですよ。ということでね、正解はね、ちょっと前日にね、ちょっとクイズ、オカルトクイズ出していたんでね、 79.95 と、まあ、書いた回答者にはね、後でね、特別に波動をね、送りますのでね、ちょっと待ってていてくださいね。ということでね、正式な計量日が7月31日ということで、ね、またその時に計量しますので、もちろん記録として残しますのでね、まあ先輩方にはもう一般公開しますので、まあ少しお待ちくださいませ。それでは先輩方に、今度地獄のような生活を引き継ぎますので、うまいことね、時空を戻すように頑張ってください。私はね、多分もう80以下に
なって帰還しますのでね、もう長い間ね大変お世話になりました。